2002年ソルトレイクシティオリンピックのアイスホッケー競技は2002年2月9日から2月24日までの競技日程で行われた。競技では男子14カ国、女子8カ国が参加して行われた。男子ではシードの6カ国と非シードの8カ国に分け、最初に非シード国が4カ国ごとに2つのグループに分かれ、総当たりの予選を行った。 予選リーグの1位チームのみがシードとの決勝ラウンドに進出し、予選リーグにいいかは、それぞれ9位決定戦、11位決定戦、13位決定戦に進んだ。決勝ラウンドは4カ国ごとに2つのグループに分かれ、総当たりの予備戦を行い、予備予選の順位に応じて、準々決勝へ進んだ。準々決勝以降は、トーナメント方式で行われ、最終順位を決定した。 女子では4カ国ごとに2つのグループに分かれ総当たりの予選を行った。リーグ戦の上位2チームが準決勝へ進出し、3位以下は5から8位決定戦へ進んだ。準々決勝及び5から8位決定戦以降は男子と同じようにトーナメント方式で行われ最終順位を決定した。予選リーグ A 組予選リーグ B 組13位。 決定戦11位決定戦9位決定戦、決勝ラウンド A 組決勝ラウンド B 組、準々決勝準決勝3位決定戦、決勝最終順位予選リーグ A 組予選リーグ B、組5から8位決定戦7位決定戦5位、決定戦準決勝3位決定戦、決勝最終順位。ありがとうございます。